こんにちは。今回は J リーグのコンオフの移籍市場で獲得できたら美味しいと思える若手アタッカーを取り上げてみました。 J リーグのストーブリーグはもうすぐ開幕すると思われますが、できる限り若手世代でかつ J リーグでの実績が乏しい選手をチョイスしました。本シリーズは全部で7回ありますが、6回目の今回はアタッカー編です。それではスタートです。まず最初は10位です。10位はコンサドーレ札幌のダンザキです。2000年5月生まれで20歳のアタッカーです。青森山田高校では中心選手として冬の選手権を制覇しています。シュート技術が高い万能型のアタッカーですが、選手層の厚い札幌では出番に恵まれていません。 J2 のクラブなどに期限付き移籍する可能性が高いと考えられます。次は9位です。9位はベガルタ仙台の佐々木匠です。1998年3月生まれで22歳のアタッカーです。年代別の日本代表でも活躍した期待の若手アタッカーです。仙台の下部組織が生んだ最高傑作とも言われています。徳島と讃岐と山口で経験を積んで仙台に復帰してきましたが、出番に恵まれていません。やや伸び悩んでいる印象になりますが、将来性の高い選手です。次は8位です。8位はカターレ富山の大谷です。1997年1月生まれで23歳の東京世代です。 J リーグ屈指のスピードを持つスピードスターです。大卒1年目だった昨シーズンの秋以降に覚醒してゴールを量産しましたが、今シーズンは低調です。評価はかなり下がっていますが、伸びしろの大きな選手であることは明らかなので、評価が下がっているタイミングで獲得できたらかなり美味しいと言えます。次は7位です。7位は福島ユナイテッドの池田です。1999年7月生まれで21歳のアタッカーです。セレッソ大阪 U15 から東山高校に進んで福島でプロキャリアをスタートさせたアタッカーです。今シーズンは24試合に出場して3ゴール9アシストを記録しています。 J3 でも有数のアタッカーといえる選手に成長しました。馬力のあるサイドアタッカーで右サイドが主戦場です。次は6位です。6位は鹿児島ユナイテッドの米澤です。1996年7月生まれで24歳のストライカーです。神戸の下部組織出身でセレッソでトップ昇格を果たしました。 U23 でゴールを量産しましたが、今シーズンは J3 で7ゴールを挙げています。トラップのうまさとシュート技術の高さが特徴です。サイドハーフの位置から点が取れる選手は価値が高いと言えます。次は5位です。5位は FC 岐阜の相原です。1996年5月生まれで24歳のアタッカーです。底知れない潜在能力を持った和製復帰です。パワフルな左足のシュートが最大の武器です。破壊力満点の左足は J3 屈指と言えます。札幌の U18 出身です。 J2 のクラブなどへの個人昇格が考えられます。次は4位です。4位は水戸ホーリーホックの山田浩太です。1999年7月生まれで21歳のアタッカーです。マリノスからの期限付き移籍になります。ユース時代からプリンスと呼ばれた万能型のミッドフィルダーで、ボランチでもプレー可能です。水戸に期限付き移籍をしてブレイクが期待されましたが、今一つブレイクしきれませんでした。将来のマリノスの主軸候補として大きな期待を受けています。次は3位です。3位も水戸ホーリーホックの松崎です。1997年11月生まれでもうすぐ23歳になります。東洋大学出身で大学の1年先輩である坂本とプレースタイルが似ているのでよく比較をされます。繊細な左足とアイデアあふれるプレーが魅力です。大宮の下部組織出身になります。課題はたくさんありますが、攻撃的なセンスはものすごいものがあります。
将来性の非常に高い選手と言えます。次は2位です。2位はヴィッセル神戸の小田裕太郎です。2001年8月生まれで19歳のアタッカーです。パリ世代を代表するアタッカーで、年代別代表では中心として活躍しています。181センチなので日本人のアタッカーとしてはサイズに恵まれており、スケール感は満点です。切れ味鋭いドリブルと正確なシュートが武器です。神戸でもある程度以上の出場機会を得ていますが、 J2 のクラブなどに期限付き移籍することも考えられます。最後は1位です。1位に選んだのはジュビロ磐田の藤川虎太郎です。1998年7月生まれで22歳のアタッカーです。東福岡高校出身で、高校時代は下級生の頃から中心の一人として活躍しました。フベロ監督に見出されてブレイクを果たしましたが、今シーズンは出場機会に恵まれていません。低調なシーズンになっていますが、運動量が豊富でアグレッシブなプレーが魅力です。1位から10位は以上です。まとめるとこうなります。1位は藤川、2位は小田、3位は松崎、4位は山田浩太、5位は相原、6位は米沢、7位は池田、8位は大谷、9位は佐々木匠、10位は段崎となりました。アタッカーのポジションは若手の有望株がたくさんいるので、彼らの動向が要注目です。その他のアタッカーで動向が気になる選手を挙げてみると、 FC 東京の今野、ガンバの川崎、横浜 FC の中山、福岡の増山、金沢の島津、町田の吉尾、栃木 FC の森、熊本の中原、FC 岐阜の町田ブライト、鹿児島の三宅、FC 岐阜の村田、YSCC 横浜の音泉、鳥取の新井光、相模原の和田などの名前を挙げることができます。アタッカーはチームの顔です。優秀なアタッカーの獲得を目指す J リーグのクラブは多くなると思われます。今回の動画は以上です。次回の第7回はフォワード編の予定です。キーパー編、右サイド編、センターバック編、左サイド編、ボランチ編の動画はアップ済みですので、合わせてチェックしてみてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。